エキチヤズワニュース＆情報セーション、寿司ダベース with やざわステーション。どうも寿司ダ六郎です。エキチヤザワニュース＆インフォメーション、寿司ダベース with やざわステーションは AI の読み上げ機能を使用してます。まだまだイントネーション等に違和感を感じてしまいますが、バージョンアップされるまでこのまま使用しますのでご理解ください。 それでは最後まで楽しんでください。お茶の間ロックって何ジュリー、シャネルズ、モッツ、チェッカーズに共通点あり、日本のロックの開拓者、矢沢永吉もまた、キャロル解散後にソロデビューを果たした時近道を選ばずライブに、軸足を置いた。お茶の間ロックの定義とは、先日僕がゲスト出演した R.E. ミンダーのラジオ番組、ウェーブ R.E. ミンダー懐かしむより、超えていけ。 米 FM でも深掘りしたお茶の間ロックについて今回は語っていきたい。語り部、1968年生まれ、本田隆。つまり、これはお茶の間に似合うロックではなく、テレビの電波に乗せて、効果的に自分たちをアピールした、ロックアーティスト、もしくはロックの本質を、お茶の間に届けた、アーティストという定義だ。ロックアーティストはテレビに出ない。そんな定説があった80年代、確かにロックアーティストの。 基本的なスタンスというのはアルバムをリリースしてツアーを回る遠回りではあるがそうやって観客動員を増やしていくというやり方が成功法だろうバンドは長期戦を覚悟というエピックソニーのスタンス以前エピックソニーの創始者である丸山茂雄氏にインタビューした時ロックというのは一朝一夕に出来上がるものではないバンドは長期戦を覚悟でやっていくというスタンスが80年代のエピック黄金期を作った。 とおっっっしゃっていたたのが興味深かった確かにこのスタンスがなければ、日本でロックは市民権を得なかっただろう。日本のロックの開拓者、矢沢英吉もまた、キャロル解散後にソロデビューを果たしたとき、近道を選ばずライブに軸足を置いた。年間150本ものステージを、組全国を回った。そしてデビューから約2年の年月を要し、初めて武道館のステージに立った。こういう状況が少しずつ変わっていったのも。 80年代だったと思う。一過性の流行歌ではなく、アーティストの本質をテレビの電波に乗せる。なかなか簡単なことではないが、これを効果的にやってのけた、数組のアーティストは存在した。ロックの最先端をお茶の間に持ち込んだ、澤田賢治の功績。80年代ということで、まず、挙げておきたいのが、澤田賢治の存在だ。タイガース時代より洋楽志向が強かった。ジュリーがイギリス経由の最新の音楽を、 積極的に取り入れるようになったのは80年代に入ってから80年にリリースした「時を81年の「ストリッパー82年の「お前にチェックイン」そして83年の「晴れのちブルーボーイ」この4枚のシングルには当時のジュリーのスタンスが顕著に表れていた特に当時のイギリスで人気を誇っていたバウワウワウやアダム・アントが傾倒していたジャングルビートを前面に打ち出したこの楽曲は ロックのの最先端をお茶の間に持ち込んだ、つまりイギリスで何が起こっているかをダイレクトにテレビで発信したのだ。最先端の音楽とはロックとはこの答えをジュリーは最もわかりやすく発信していたと言えるだろうライブハウスの熱狂をダイレクトにお茶の間に届けたザ・モッツジュリーがイギリスの最先端をテレビから発信したのであれば80年代の初めまだまだアンダーグラウンド。 という意識が大きかった。ライブハウスの熱狂をダイレクトにお茶の間に届けたのがザ・モッツだった。今でもロックフリークの語り草となっている日本テレビ系ザ・トップ10への出演は衝撃的だった。当時のザ・モッツといえば、レコードデビューから2年、度重なるツアーで観客動員を増やし、ホールクラスのライブを全国で展開していた時期だった。にもかかわらず、彼らがテレビ出演にあえて選んだのは キャパが数百名のライブハウスだった場所は彼らがデビュー当時ホームとしていた目黒の6名館散欠寸前の満員のフロアだったカメラのレンズは熱狂の湯気を映しファンの共生が響き渡るそんなライブハウスのダイレクトな凄みを真空パックした映像が夜8時からというゴールデンタイムに放映されザ・モッツの名を全国的に知らしめたそしてライブハウスってこんななんだすげえな と衝撃をを受けた10代の若者がバンドを組むここから派生した後々のバンドブームなどを考えるとロックバンドの大きな同票になったことは間違いないだろうちなみにこの時演奏された「激しい雨が」はスマッシュヒットを記録し同曲が収録されたアルバム「ハンズアップ」はゴールドディスクを獲得ロックの新世代がここから始まったのだブラックミュージックに対するリスペクト黒塗りで登場したシャネルズ また、時を遡れば80年に顔を黒塗りにしてテレビに登場したシャネルズ、現ナッツスター、インパクトは相当のものがあった。しかしこれは彼らのブラックミュージックに対するリスペクトに他ならない。日本ではまだまだ認知度が低く、彼らが心底愛していた、ブー・ワップという音楽ジャンルをどのように浸透させていくかに、シャネルズ派、先進していた。そして、ここを起点とした自分たちの 音楽スタイルを広めていくために黒塗りの演出は極めて効果的だったと言えるだろうその結果デビュー曲の「なんなれーから次々とヒットを連発し4作目となるシングル「ハリケーン」は当時のアメリカの音楽シーンの重要ポイントともいえる K クラブウィスキー・ア・55で初披露されたそして1983年には大滝 H プロデュースで彼らの最高傑作ともいえるアルバム ソウルバケーーションをリリースザ・モッツもシャネルズも丸山氏のピックソニー所属のアーティストだったバンドは長期戦を覚悟でやっていくというスタンスを基軸とした実力があったからこそテレビ出演の戦略が最も効果的に現れたのは言うまでもない長期戦で実力を浸透させるというやり方にプラスアルファとしてテレビ出演があったからこそ一過性ではないファンを獲得できたのだ チェッカーズの魅力を最も効果的に伝えたチェックの衣装。80年代を一世風靡したザ・チェッカーズにしてみても、あのチェックの衣装とオリジナリティあふれるヘアスタイルが彼らの魅力を最も効果的に伝えられる手段だったと思う。もちろん本質はそこではなく、彼らの名を世に知らしめた涙のリクエストにしてもアマチュア時代から培ってきたロックンロールやドゥ・ワップを基盤とした音楽性を感じることができた。 だからこそ自らがソングライティングを担うようになってからもヒットを連発できたのだお茶の間ロックテレビを効果的に使うというのは簡単なようで非常に難しいアーティストの本質からあまりにも遠かったり色物的に扱われたりしたらプラスどころかマイナスの効果でしかないだからこそ戦略的にテレビの演出を利用してロックを浸透させていった先人たちの功績はあまりにも大きい 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。